はい、ガッチャンゲスト、パート6。はい、同じ服を着てるんですね。着てるので、まあ、まとめて撮ってるってのはバレバレだと思うんですが、まあ、勢いよく乗った時じゃないと喋りきれないことっていっぱいあるので、このまま撮りたいと思います。まあ、そんなわけで前回は、貯蓄してる人は戦争犯罪人ですっていうお話をしました。はい、戦争はですね、経済を回すため、お金の流通を作るために戦争っていう手段を使われています。誰々が何々してどこの国はどうのこうのっていうのは、大きい、国が大きいお金を貸して、戦争するための口実なんかいくらでもあるわけですよ。はい、結果的に多くの人が、死んでるのも事実です。でもその背景で大きなお金が動いてるのも事実です。はい。まあ、そんな中で、じゃあ、戦争がない平和を作っていく、平和というか戦争がない世界を作っていくために最も重要なものは何かと言ったら、富の分配です。富の均等化です。今現状の社会の中で、もし可能だと知れば、富の平等化、平均化、富の分配が非常に重要です。それは国っていう単位もそうだし、地域っていう単位もそうですけども、まあ、国で言えば、まあ、都道府県、東京と別々の県では、格差はいっぱいありますしね、あるでしょうしね。人の中でも働き方によってみんな格差が違うんですけども、その小さい単位じゃなくて、国、世界、地域、大きな単位での富の均等化が、戦争をなくす大きな重要なポイントです。しかし、それが簡単にできると思う？そう。だって、某なんとかって財団が全世界の半分のお金を牛耳ってる世界でさ、そんなことができると思う？そう。できないですよね。そう。だからこそ、国という世界、国という単位で支配されてるお金から、みんなが離れて、そう、違う形で、国という支配にとらわれず、某なんとかという財団に縛られないお金で、皆さんが、皆さんの生計を立てていくことが必要なんです。それによって、初めて世界の均等分配、世界の、富の均等化という可能性が出てくるんです。ですがね、そんなのもまた遠い話ではあるんですが、国単位では、今、あちこちのね、ベーシックインカムの、ベーシックインカムっていう取り組みをやってますね。ベーシックインカムって、社会福祉を何もしない代わりに、皆さん、均等に働かなくてもお金配りますよっていう考え方です。まあ、実際日本でも検討されてはいるようですが、まあ、某なんとかという番組の偉そうな人が言うと、まあ、日本でも全部の社会福祉をやめて、そこに一本化すれば均等分配は可能だという話にはなってるんですけども、まあね、均等分配じゃなくて、ベーシックインカムが可能だという話にもなるんですが、まあね、ベーシックインカムの話をするときに、働かなくてもお金もらえるんだったら働く人いなくなるんじゃないですかっていう話がよくあります。いいんです、働かなければ。働きたくない人は働かなきゃいいです。そう、人はね、みんなね、何もしないで生きてはいけると思いますか？だって私もそうなんですけど、一週間何もしないで家でブラブラして、一週間だったら持つかもしれない。でもね、大多数の人はですね、まあ、10年も何もしないで家でぼーっとしてたら、おかしくなりますっけ？結局やりたいことってあると思いませんか？ベーシックインカムっていうのは、生活に最低限なお金をあげるので、もっとお金欲しい人は働けばいいですよ。その働いたお金でやりたいことやればいいじゃないですか。生活は大丈夫です。こっちで面倒見るので、やりたいことはやりたいことで一生懸命やってくださいって考え方です。はい。それがベーシックインカムです。なので、はい。裏返すなら、世界中一つ一つの国が、まあ、ベーシックインカムみたいな考え方を取り入れた上で、初めて社会が、食べるため、生活するための労働から解放される。生活のための労働から解放された時に、初めて社会っていうものの均等とか平等っていうものが見えてくるんじゃないでしょうか。まあ、そういった未来を、そういった未来がどういう可能性があるかってことを次回の動画でやっていきたいと思います。ガッチャンでした。またね。